はい、皆さん、こんにちは。愛の選手でございまーす。さあ、というわけでね、遊戯王の新しい映画、ついに公開しましたね。えーとね、僕はね、前売り券はね、買ったんですけど、3週目の入場者特典のレモンガールマジシャン狙いなんで、まだ見に行ってはいません。けどね、あのー、その新しい映画に伴って、この、ムービーバックとね、あと V ジャンプにもね、あのー、 チョコマジシャンガール。チョコマジシャンガールがついてくるということで、え、V ジャンプの方ね、こちら2冊ね。チョコマジシャンガール狙いで2冊ね。ちょっと3冊はね、さすがにきつかった。3冊はね、さすがにきつかったね、で、2冊だけ購入しております。えー、っとね、僕普段からね、まあ、遊戯をちょっとやってるんですけどね、あの、ブラックマジシャンガールデッキっていうのを作ってて、 ま、こういうカード主体に組んでてね、そこで、なんとね、新規のね、マジシャンガールズ、また新しいブラックマジシャンガールに関連するマジシャンガールズが来るということでね、あの、いろいろ、え、嬉しいことになってますね。ええ、で、まずはね、これ、箱、ボックス買ってきたんで、ボックスと、ま、あこの V ジャンプの付録の、ま、チョコマジシャンガールとかをね、開封していきたいと思います。まずは、え、チョコマジシャンガール2枚からね、早速いきますね。もう、ずるいもう V ジャンプは、もうこれに出るなんて、 マジシャンガール系、なん、6枚ぐらい六体ぐらいのかなチョコ、レモン。で、チョコが、チョコマジシャンはこういう風にね、あの、V ジャンプについてる。で、遊戯王はね、あれなんですよね。3体。わあ、かわいいかわいいですよ。見てください、皆さん。これがチョコマジシャンガールですね。ちょっとぼやけちゃってますけど、これがチョコマジシャンガール。あ、いいね。 で、こういう風にね、あのー、V ジャンプにチョコマジシャンで、映画見るとレモンマジシャンで、残り3体が、 残り3体がこのムービーパックに入ってるっていうね、超バラされた感じですね。ちょっとやり方うまいですね。はい、えー、チョコマジシャンですね。はーい、かわいいです。もう服装も衣装もめちゃくちゃ可愛いですね。このキラキラ具合もいいですね。はい。えー、これでね、早速ね、新しい、えー、ガール、ガールズデッキをね、ちょっと作っていきたいと思うんですよね。で、 えーとね、このムービーパックに入ってる、まあ、ガールが3種類んですけど、もうちょっとあらかじめカード屋で1枚ずつ揃えてきました。なので、このパックで、この箱で、俺は、これを各種、まあ、何が当たるかっていうと、まずはこのね、アップルマジシャンガール、そして、このベリーマジシャンガール、そして、この9位マジシャンガール。ま、あこの3枚のガールが、まあ、このムービーパックに入ってるんですけど、 まあね、今回はね、この3枚狙いで、2枚ずつ出したいと思います。で、見事デッキに3積み、狙いでいきたいと思います。じゃあ早速ね、こちらの方開封していきましょう。えー、よしよし。あやー、えっ、ー、とね、これ高い、高いんだよね、これ。あのー、1パックね、300円。なんか全部ウルトラレア仕様で、まあ1パックね、300円の10パック入りかな。 結構高いパックなんでね。ああ、ああね、遊戯を箱買い、ってかパック自体あんま買わなかったから最近。もう欲しいカードはカード屋とかで買っちゃうんで。ああ、これじゃあちょっと見ていきましょうかね。よし、まず1一目、行くぞ。じゃあ、ア選手は、この3枚狙いなんでね、みんなもね、これ出たらね、これをみんなもね、一緒にね、狙いましょう。行きましたよ。まず一発目ですね。これカード切らないからね、怖いっすね遊君。遊戯くん遊戯くんの頭をちょんげる オッケー、じゃ、まず一ク目、てであ結構可愛いですね。これ、こちら。えっ、ー、と、アップルマジシャンガールとブラックマジシャンガールが映ってるトラップですね。まあ、これはこれで嬉しいですね。はい。えー、ディメンションリフレクター。崩壊系ゲイラガイル。崩壊系、なんか新しい、あれだよね。新しいキャラが使うやつですね。これもあれですね。暗黒崩壊神。 暗黒崩壊神、クリ、クリムゾンノバ。おー来たーブルーアイズネオブルーアイズ、アルティメットドラゴン。来ましたね。ブルーアイズ3対融合4000い完全に、アルティメットドラゴンの上位互換ですね、これ。はい。ま、あ一ク目はね、こんな感じです。じゃ、あ二ク目、行ってみようかな来いよ来てくれよでも今ね、トラップ来てくれたからな魔法トラップ来てくれたんで、まあ、希望はあるかと。 ガールズ、ガールズ欲しいんだよなガールズ揃ってくれ。なのであーマッシュマカロン、これ強いんですよね。なんか、墓地からでも呼べる。なんか、まあこれ、これ結構強いんですよね。えー、ディメンションガーディアン、えー、崩壊イン、ビジャム。崩壊イン、ビジャム。崩壊系結構出るな ああなにブ、ディープブルーアイズホワイトドラゴン。かっこいいっすね。なんかもうブルーアイズの原型ねえけど。あ、まだ映画を見てないからね、ちょっとワクワクは半分ぐらいになっちゃうんですけど。まあ、しょうがない。えー、もう俺レモンガールマジアン狙いなんでね。まあ、3周目まで待たないといけないんで。でも3回映画見るかって言われたら多分見ないんですよね。でもガチ勢の方は多分3枚集めますよね。はい。というわけで、えー、魔導契約の扉。魔導契約の扉。 えー、運命の発掘。あ、これさっき出たね。崩壊系バルカンドラグニ崩壊系ばっかじゃない崩壊の波動。ちょっと申し訳ないけど、パンデミックドラゴン。やばそう。病原菌ばらまきそう。あー、ちょっとガールズ、ガールズ欲しいんだよな。3パック開いて、ちょ、魔法、トラップしかまだ来てないっすね。ガールズが欲しいんだよ、俺は。 ちょ、頼むよ。1パック300円なんだよ、これ、確かね。1パック300円すんだよ。はい、これは、なんだクロマジュツのベール。これ、魔法使い関連なんじゃないかセインライフは魔法使い、これ多分、ガールズに、ちょっとぐらいは関係してますかね。はい、次、えー、メタモルグレイフォートレス。よくわかんねえな、この辺は。えー、崩壊獣、グレードガーディアン。 えー、崩壊系ばっかなんだが、ああブルーアイズブルーアイズカオスマックスドラゴンこれはテンション上がりますね。儀式のブルーアイズですね。確か、なんだっけ効果、効果で破壊されないんだっけ強いですね。ちょっとこれはこれでちょっと嬉しいですね。まあまあまあ、これは全然あり。これは全然ありですね。えーと、4パック、5パック半分来ちゃったよ。折り返してんだよ。ここで当たってくれないと、俺はそろそろ泣く。1枚ぐらい来いよ。なんで、今回封入率、 悪いのかなああこれははいゴールドガジェットですね。えっ、ー、と、前はなんだっけレッド、赤、黄色、緑はいたよね。昔おなじみの。ディメンションミラージュ、かっこいい、近未来。崩壊艇ゲーラガイル。崩壊合心。アサルトワイバーンちょっと待って、来ないんだけど。ガールズ。 ガールズ越し来ない。やばいやばいやばい。俺マジ、マジさ、ガールズ越しさで2、二二ずつ来て、来たーアップルマンシャン、アップルマンシャンが歩きました嬉しい嬉しいよかったよかったよかった。もっと来て、もっと来て、こっからもっと来て。ディメンションガーディアン。あ、崩壊獣。崩壊獣結構当たるな。お、なんかこれもすごいな。融合ですね。 えー、暗黒崩壊邪神、クリムゾンノバトリニティ、名前かっこよすぎかあー、2枚目の、2枚目のアルティメットドラゴン来ましたね。ちょっとアルティメットもいいから、俺はさ、ガール欲しいんだけどもう、う残り4パックしかねえよ。2パック、2枚ずつ当たるこれ。ちょ、ちょっと、厳しいかちょっと、 どうもうこれカード屋で買い足しフラグが。来たー来ましたベリーマジシャンガールよかったよかった。一枚ずつは入ってくれてるかなファイナルギアス。ギアスに命じる。崩壊、あ、これもさっき当たりましたね。崩壊波動。ああブルーアイズカオスマックスドラゴン2枚目。人によっては嬉しいけど、俺は、俺はね、ガールズが欲しい。ガールズが欲しいんだよ。 ガールズが欲しかったんで、あと3パックですね。ラスト3パックでーす。いや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 。はい。起動要塞、メタルホールド。これあれか、シルバーとゴールドのあれか。ディメンションスフィンクス、やば。崩壊神、ウィジャム。もう崩壊神いいんだよね。龍の、あ、これ何よくわかんない。ブルーアイズ系っぽいね。光の、 五風霊剣これめっちゃ強いでしょ絶対。光の五風霊剣だって。五風剣の上位互換みたいな。いやー、あと2パックしかない。九位は攻めてほしい。九位はもう出てほしい。いやー、入ってるかなアップルと、アップルベリー九位。揃わなかったらマジ泣いてしまうんだが。はい来た九位来たとりあえずノルマ達成。ノルマ達成してないけど。とりあえず1枚ずつは出ましたね。箱買って。九位マジシャンガール来ました。1枚。 えーっと、ディメンションリフレクター、崩壊獣、ダークガネックス、暗黒崩壊神、クリムゾン、なんか、あ崩壊系結構出ますね。崩壊デッキ俺これ作っちゃおうかな。多分俺これ崩壊デッキ作れますよね、これ。これだけ出たら。アサルトワイバーン。 あーって感じですね。うわー、ラスト一クだ頼むー頼むーガ,ールガールズ来てくれ頼むー何もう10人目の遊戯君の頭を切り裂いてんだ、こっちは。ガールズ来てくれもう、高やからって俺は、マッシュマカロンマッシュマカロンう <laughs> わー、来てくれ頼む頼む来てくれ頼むえぇーなんだこれなんだこれダークホライズン。 ダークホライズン、かっこいいですね、絵柄が。崩壊、鳥獣、バスター、ガンダイル。へえー、う、ま、四、あ、つ星。いやー、あと2枚、あと二枚、あと二枚、あと二枚。<laughs> ラス1、ラス一崩壊系ですね、これも崩壊、なんかすごいキラキラしてる。来いガルスンディーブ・アイ くそ <laughs> というわけで、えー、今回箱買いして欲しかったカード、まあ一枚ずつ、まあなんとかね、まあ一枚ずつは出ましたね。ってことは何だろう、封入率的には、やっぱ一パックに一枚ずつって感じなのかなってことは、これを箱買いせずに、 え、一枚ずつ買った方が多分断然お得ですね。100円とか200円で、200円ぐらいでだいたい1枚ぐらいこれ買ってきたんで僕は地元で。180円とかでだいたい買えたんで、多分箱買いするより断然お得ですね。はい、というわけで、えーとね、この、こんな感じですね、ガールズ。これに多分映画第3週で、第3週で多分レモンガールを、まあちょっと初日に行けないからちょっと怖いんですけど、レモンガールを獲得できれば、 まあね、ちょっと作ってみたいと思ってかもう、レモガール獲得できなかったらもう高い金出して多分買って俺は作りますんで、はい、えー、ぜひね、アイヌ選手に、アイヌ選手のこのガールズデッキ完成したらね、皆さん挑みに来てください。はい、というわけで、お疲れ様です。